それでは行ってみましょう。4月の振り返りです。2019年4月はこんな感じになっておりました。あれ2箇所、あ、まあこっちはねちょっとこれ5月なんですけども、初めて4月に入って休んでしまったんですね。2019年1月1日から毎日、YouTube 投稿していたんですが、4月のこれ、いつかな、この土曜日、この日、本当にやむを得ない事情で休んでしまいました。さあ、この日何が起きたのかというところ、まあ、この当時のね、YouTube ご覧になって、方はご存知かと思うんですが、これはね、どうしようもなかったかなっていう感じです。まあ、そのあたりもね、ちょっと振り返っていこうと思います。4月1日、これ、新元号、令和、発表された日でしたね。3月31日の時点ではまだ分かってなくて、1日に令和っていうのが発表になって、でまあ、ここからがねその令和が発表になったっていうので、令和関連のニュースが多くなっていました。あとはこれだ、スターウォーズの The Rise of Skywalker エピソード9は The Rise of Skywalker になるよっていうのが発表された日だったんですね、この頃ね。でこの時にはまだ、スカイウォーカーの夜明けっていう砲台が発表になってなくて、こう砲台発表になったね結構後でしたよね、何ヶ月か後、うん、だったので、これこの The Rise of Skywalker っていうのをどうやって訳すっていうね動画を作っていって、この動画も結構、今年今まで、現時点までで2万回再生ありまして、私のチャンネルの中では結構、再生回数高い人気の動画になってます。なのでこの動画ねおすすめかもしれません。でこんな感じでいって、まあ、サムネもちょっと安定してきてたんだけど、なぜ休んでしまったのか、はい、そのあたりもね振り返っていこうと思います。おはようございます。平成31年4月1日月曜日、英語ニュースの時間です。なんかちゃんとしてるねシャツ着て、でもここちょっとペロッとなって惜しいですけど、How a single wordDefines Japan. これね、朝今日は新天皇、これこんな感じでバッチリ撮ってるんですよ。多分が朝5時とかかな。うん、でこの時は令和って発表されたのが、令和って発表されたの確かお昼ぐらいでしたよね。なんでまだ分かってなかったんですが、もうこの時点では分かってて、令和の他に新元号6案すべて判明、あ、そう、こういう案があったよっていうのを作っていったりとか、この辺はこれなんだろう、で初任給というか、初任給か、まあ、4月だからね、そういう話題もありますね。あ、令和だ。令和の英訳が正式に発表された時のですね、ビューティフォーハーモニーっていうのでね、まあ、いろんなこうバラ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 、訳をするとこう解釈が変わってしまうから、ビューティフォーハーモニーっていうので統一になったっていう時のねニュースです。あとそう、無印のねビルもこうやってオープンしましたね。英訳するとどうなるんだろうっていうのを、そうだ、ビューティフォーハーモニーっていう、まあ、令和って、海外向けに発信するときはビューティフォーハーモニーにしてくださいっていうふうに外務省かな、映画正式にね発表したんですけども、じゃあそのビューティフォーハーモニーってこれもともとそもそもこうどういう意味なんだろうっていうのを紐解いていった時の動画、またひどいねごちゃごちゃが。そしたらもう、ね、これは日曜日かな、なので関係ないというかね、ニュースとはちょっと違う実践的な、かなり日常的な動画ですね。これね本当に、まあ、実際これまだ人に見せられる方なんですけど、私ねこの髪切ってからね寝癖とんでもないんですよ、毎日毎朝。でこの日はちょっとこう、あ、ギリギリこれ見せられるかなっていう感じだったので、寝癖って英語でなんて言うんだろうっていうのを作ってみました。これとかもねすごい、いつもね、うん、こう直して、やってますね。おはようございます。平成31年4月9日火曜日、英語ニュースの時間です。Nissan's gone, removed from board. またゴーンさんのニュースですね。ゴーンさんのニュースやっぱこう1月から始まって結構この時ぐらいまであったんですね。あ、これあれだ、インテルじゃなくて
このね、あーの部分、これちょっとこれインターナショナルなんですけど、こういう風に新聞だと略されることがあるよっていうニュースでした。インターナショナルエアこれ関空がね、そうやっとオープンするよっていう、関空のあの橋ですね、橋が英語ニュースの時間です。今日のテーマはアートです。戻ったよっていう。アーティスト who created first paint、もしかするとスカイウォーカー家の最短とか、あ、出たこれ、スターウォーズだ。あとは期間、あ、でも期間はリターン、もしかすられるのかなと終わっていて、この動画はですね、スターウォーズファンの方はぜひぜひ、ご覧いただけるといいかなと思います。過去のスターウォーズのこのね、過去作、これがかなり、これを毎回どういう風に訳されてたのかっていうのをやった上で、じゃあこの Rise ってどういう風な日本語で訳されるんだろうっていうね、のを予想した動画ですね。今成田に来てます。成田空港。わさび。これはね、飛行機に乗ったわけではなかったんですけど、ちょっと成田空港に行ったね、用事があったので、ちょっと成田空港で撮ってみたっていう動画です。液状洗面用品。Liquid bath goods。おはようございます。平成31年4月15日月曜になってね、またニュースに戻ってきました。これ。すごい話題になりましたよね。この東大のね、スピーチです。おはようございます。平成31年4月16日火曜日、英語ニュースの時間です。なんだろう。バイキング売名報道にアンサー。ドミューンが坂上忍特集を放送。こういう話題もね、お届けしていきました。こんばんは。平成31年4月17日水曜日、英語ニュースの時間です。モンキーパンチ、クリエイターオフメッピロンの応募けども、このニューモニアっていう。平成31年4月18日木曜日、英語ニュースの時間です。The Tottenham and Manchester すべてが詰まっていた。この頃から縦動画がちょろちょろ出始めたね。こんばんは。平成31年4月19日金曜日、英語ニュースの時間です。Student finds fossil of Tyrannosaurus family species。ティラノサウルスの仲間の化石、記事です。朝日とか、マイク別撮りになるんで、見つけたという、これすごいことだと思います。ね、どっか行ってた時だと思うね。割と英語の、結構ハイレベル。Hi there, it's Yuki. 今日は弟の結婚式で、弟の結婚式だ。来ました。そう、弟の結婚式で、このホテルに全泊してたんですよ。そのホテルからですね。着物をね、着付けがね、やっぱり難しいなと思ったんですが、これね、着物の着付け、弟の結婚式だったので、この Wear 着物、なんか兄弟、お姉ちゃんとか妹とか、ね、兄弟姉妹こういう格好をしたりするじゃないですか。メイクアップこれね、楽しかったですね。で、着付けって英語でなんて言うのっていうのを、着付けのこれも結婚式終わった後だったんですけど、これ着替えなきゃいけないんですけど、着替える時にドタドタって撮ったっていう。今日はカフェベローチェからお届けしていきたいと思います。この頃なんかいろんな動画があるね。これをコンセントは英語でコンセントじゃないですよっていうお話。こんばんは。平成31年4月22日月曜日、英語ニュースの時間です。マグニチュード 6.3 フィリピンの地震ね、ありましたね。フィリピンでマグニチュード 6.3 の地震あったんですけど、私この1週間後、1週間もしないかにフィリピンにね、行く予定にしてたんですよね。そんな中地震があったよっていうニュースなんですね。Handling of assault case。これなんだ。ここにはアイドルをできる居場所ない。NGT 山口さんのね、今日は NGT48 山口さんの卒業版ニュースをしっかり取り上げていきました。それ NHK は、NHK ワールドじゃないな、朝日かな、朝日の英字新聞に結構芸能ニュースがダーンって載るってあんまりなんか見かけたことなかったんですけど、あの山口さんのねニュースはあったので、ちょっと取り扱ってみましたね。
こんばんは、ま、た平成31年4月25日木曜日の略でこの V1 という単語で、あ、これラミマレックだ、調べてみたいと思うんですけど、ね、V1、見てみるとクイーンの検索してみると、映画で V1 で調べてニュース、ね、ラミマレック出てたラミマレック、おはようございます。いきなり画質ボロボロですね、これ26日金曜日に配信したかったニュース、これね、マニラからです。土曜日になってしまってます。いきなりマニラっていう。今日はちょっと後でもう一本家から持ってきました。How was the earthquake? って聞いてみたんですね。この間の地震、先週の。この時ちなみに、なんかマニラのホテルからなんですけど、これのね、直前にね、ぼったくりタクシーに乗ってしまって、まあ、これもねちょっとダメだった、知識がなかったね、はい、本当に。そしてさらに、昨日ちょっとね動画投稿したかったんですが、そう、ここまで順調だったんですよ、やっぱり、まあ、地震直後なんですけど、ただこの次の日にトラブルがあって、なんと夜スマホをすられてしまって、今ねこれ GoPro で、撮っていて、でこの後 MacBook Air を持ってきてるんでそれにあげようと思うんですけど、まあね、いつかやっちゃうかなと思ってたんですけど、まさかねやるとは思ってませんでした。まあ、完全に不注意ですね、速攻このスマホをなくしたという一連の、ね、流れはまた改めて動画で報告したいなと思うぐらいだった3分ぐらいのとこにすごい大きなロビンズプレイスモール、ね、スマホでパソコンのディベロッパーモードスマホっていうか iPhone、パソコンで見てなくなっちゃったんですけど、この設定っていうのにしたら投稿ができたんで、そこで報告はしたんです。身の安全がね一番ですけど、こんばんは、平成31年4月29日月曜日英語ニュースの時間です。In pictures, これはあれだ、新しいフィリピンのスマホを手に入れて、見出しとてもシンプルなんですが、マニラからバスで7時間ぐらい写真で振り返る、もっとかかった9時間ぐらいかのとこにたどり着いた後、まあ、その下に今日の記事なんかの、ね、の動画ですね、で来るような場所みたいで、まあ、今っていう感じ、まだ明日もねちょっとステイしていこうと思うので、スマホ、いやこれは焦りましたね。ちょっとね、ちょっと今本当に、まあ、これ振り返る動画パパパってやっちゃったんですけど、そう、まあこれね令和から始まって、でここでゴールデンウィークだったので、まあ今年ちょっと海外行ってみようかなと思って、フィリピンに行くっていうのをね、多分このぐらい、私結構ね毎回割と直前に決めるので、なんかここら辺でフィリピン行こうかなって決めて航空券とか取って、そしたらね地震が起きたっていうのが まずあって、ただ震災の影響は私が行った地域だとそんなになかったんですけども、フィリピンに行って、で高校までは日本ですね。でこの日、これ金曜日か、こっから出発してフィリピン到着したんですけども、まあねもっとねいろいろちゃんと知識を持っていくべきだったんですが、もうね行ってみようみたいな感じで行ったら、高額タクシーというか、まあ高額というかあれはね、多分ぼったくりの部類に入ると思うんですけども、やってしまいました。空港からね、マニラの空港からホテルまですっごい高いタクシーに乗ってしまって、まあでも無事にホテル着いたんでよかったんですけどね、本当に無事が一番だけど、本当になんか日本人ってやっぱり引っかかりやすいなみたいな印象を与えてしまったのでね、本当にとっても反省しました。でそんなことがあって、次の日は楽しく観光してたんですけども、そこのショッピングモールからそのホステルに戻るところで、あ、ホステルどっち方向だったっけなと思って iPhone 確認しようと思ったらスマホなかったんですね。はい、でね、なんか途中でさっ人が当たった感じがあったんですけど、気にしなかったんですけど、多分その時すられたね。でやばい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 、 iPhone なくなったと思って、MacBook Air はもう Air はね Air じゃない Air は持って行ってたので、それでなんとかホステルに
帰って、で、ホステルの Wi-Fi を使ってですね、 MacBook Air からですね、いろいろとね iPhone を追跡したりとかしてみたら、もうその追跡した時にはね、iCloud でね iPhone を探すっていうのをした時にはもうかなり、あれどこだったっけな、かなり先のなんか学生街にiPhone がこう運ばれていってるのが見えて、あ、もうこれは無理だなと思いました。はい、思いまして、どうしようどうしようっていう。あとはもうそのスマホがなくなるっていうことよりも、その iPhone の中に入ってる情報とかがやっぱりね一番不安だったので、それを消すっていう作業をですね、この時ね、その旦那さんにねいろいろねこう協力してもらって、で全部ちょっとパスワードとか、旦那さんにもね教えて、で次ちょっと自分はねもうこの Wi-Fi が入る端末を持たないことになっちゃうから、ちょっと旦那さんにその日本で次この iPhone がねなんかアクセスそのこう繋がったら、もう全消去するっていうのをやってほしいみたいなことをですねお願いしたりとかして、で次の日の朝、これ朝一でそこのねこのマニアのホステルなんですけど、ホステルの前で、はい、スマホ、iPhone すられましたみたいなことを喋った後に、そのなんかなんだっけな、ロビンソンズプレイス、このホステルの近くのショッピングモールがあるんですけども、まあ、そこのショッピングモールからここに帰るまでのねところでねすられちゃったんですが、そのショッピングモールにもう一回行って、そのショッピングモールでだいたい日本円で1万3000円ぐらいの、スマホですね、チェリーモバイルっていうねフィリピンのねスマホをゲットして、で今回私 Wi-Fi は、この Wi-Fi レンタル確か5月に動画撮ったかな、Wi-Fi をレンタルっていう手段で行ってたんですよね、SIM じゃなくて、 SIM じゃなくて Wi-Fi の方で行ってたので、本当にそれがねなんかね不幸中の幸いみたいな感じだったんですけど、 Wi-Fi をつないで、で、このねチェリーモバイルに、Wi-Fi つないで、でビガンってとこまで、はい、なんとかたどり着いて、ここのね、楽しい動画をまた撮り始めたみたいな感じでございました。はい、ということでね、そういうちょっとスマホなくなったやばいやばいやばいっていうのをやっててね、初めて1日空けてしまいましたっていうことがあったんですけども、はい、4月もね楽しくなんとか動画投稿することができましたということでした。はい。